フィリピンのラグナの魅力とは？あなたはフィリピンのラグナについてどれほどご存知だろうか。シングルマザーのフィリピン人友達ネラと一緒にラグナまで出かけたのは、メールマガジンのシナリオ刷新という大仕事を終え晴れ晴れした気分の時だった。フィリピンのラグナへの行き方。公共の交通機関で行くなら、フィリピンの首都マニラに来たほとんどの日本人が最初に目にする町パサイ市ブエンディアステーションからラグナ行きのバスが出ている。2時間半ちょっとした旅になるが400円かからない。中で映画も見れるし、フリー Wi-Fi のスピードもそれなりにいいので退屈することはない。ただしバスの中にトイレがなく途中休憩がなかったりするので、俺のようによく水を飲みトイレが近いあなたは乗る前に注意を。複数で行くなら車を1台チャーターする方が人件費の安いフィリピンのメリットを生かして快適な旅ができる。日本人にとってのフィリピンラグナの魅力。フィリピンのラグナの魅力といえば、何といっても日本人にはありがたい温泉があること。アクセスしやすいのは韓国系の88温泉。これはカランバンにあるが、ここからさらに車で1時間ほど奥に行くとヒルンバレースプリングスがサンタクルーズに。何しろ自然派の俺にとっては緑に囲まれた中の温泉という最高の立地。フィリピンの温泉には大体やることだが、日本のような熱い温泉ではなく温水プールのようなイメージ。ちなみに施設によっては貴重品を入れておくロッカーがない場所もあるので、一緒に行った人と大事なものを管理しちゃうなど配慮してほしい。そして観光スポットとしてはフィリピン最大の湖がこのラグナに。ラグナはどの場所でもそれほど日本人を多く見かけないし、マニラで有名な大気汚染もここまで及んでいない。メトロマニラからそれほど遠くないちょっとした避暑地としてあなたにもおすすめできる。やはりフィリピンの人たちは田舎の方がより素朴でフレンドリー。彼らの持っているホスピタリティは都会から少し離れた場所で発揮されている。時間があれば現地の人といろいろ会話してみるのも旅の醍醐味の一つで。フィリピンのマニラに温泉があることに驚き、ラグナにハマった郷里。その後はセブの温泉にも通うように。俺と同じフェミニストで女性の髪にこだわる彼は、ミンダナオの治安の悪さに怯え、今はリスボン、ポルトガル移住を検討中。